15問のクイズ、1000万円、3つのライフライン、50-50、テレフォン、オーディエンス。準備が整ったようなので、早速始めましょう。1万円の問題から。正解、1万円獲得。次の問題を見てみましょう。2万円の問題です。いいね、そんなあなたに2万円。素晴らしい。それでは3万円の問題です。B ですね。3万円獲得。1000万円まで残りあと12問。ここで5万円の問題です。慌てないでいきましょう。 C ですね。素晴らしい。5万円獲得。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。1000万円まで残り11問。これに正解すれば10万円もらえます。それでは行きましょう。B ですね。それが正解だと思うんですね。あなたの答えが正解ならば10万円があなたのものになります。やったね、正解です。これで10万円はあなたのものです。次は6問目。これに正解すれば15万円獲得できます。C ですね。時間はたっぷりとあります。ゆっくりと考えてください。ところで、あなたにはまだ 50-50 テレ。本当に今の答えで間違いありませんか？おめでとう、15万円獲得です。15万円獲得。続いては25万円の問題です。C ですね。あなたはすでに15万円を獲得していましたが、たった今それが25万円になりました。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。次の問題でちょうど1000万円獲得できる15問のクイズの折り返し地点です。頑張ってくださいよ。50万円の問題。D ですね。できればあなたに50万円獲得です。
と言いたかった。でも今、私はあなたに言わなければならない。50万円獲得です。続いては9問目の問題。これまではいい調子できていますが、もしも間違えるとあなたは40万円を失います。もちろん正解すれば75万円があなたのものになります。75万円があなたのものになりました。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。現在の獲得金額は75万円です。次は100万円の問題。これに正解すれば100万円は確実にあなたのものになります。もしもそれ以降の問題で間違えたとしても、あなたは100万円を持ってこのシートを去ることができます。よーく考えてから次の問題に行きましょう。D ですね。100万円はあなたのものになりました。さて、あなたは今100万円の小切手を持っています。これは確実にあなたのものになりました。そして1000万円まで残りあと5問。次の問題に正解すれば150万円があなたのものになります。もう何があろうとあなたは100万円を失うことがないのですから、次の問題に挑戦しますよね。それでは行きましょう。11問目の問題。ですね。100万円はすでに確実にあなたのものです。でも今はそのことを忘れましょう。なぜなら150万円が今あなたのものになったからです。続いてはいよいよ12問目です。これに正解すれば250万円があなたのものになります。もちろん間違えたとしても100万円はすでにあなたのものです。また150万円持ってドロップアウトすることもできます。それはあなたの自由です。1000万円まで残りあと4問です。落ち着いて考えてください。それでは250万円の問題です。正解すれば250万円という大金があなたのものになります。ゆっくりと考えてください。
その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね。あなたはすでに150万円の小切手を獲得しています。でも250万円の小切手と交換しましょう。次の問題に答えなくても構いませんよ。つまりドロップアウトするかどうかはあなた次第です。現時点であなたは250万円を獲得しています。でもまだ1000万円より750万円少ない金額です。ドロップアウトしますか？もしも次の問題に挑戦して間違えると、せっかく取った250万円のうち150万円を失うことになります。さあ頑張って。では問題だけでも見てみましょう。それが正解だと思うんですね。あなたはすでに250万円の小切手を獲得していました。それをもってドロップアウトすることもできたのに。でも今500万円があなたのものになりました。次の問題に正解すれば750万円があなたのものになります。その代わり、もしも間違えてしまうとあなたの手元に残るのはわずか100万円。つまりあなたは現在獲得している500万円のうち400万円を失ってしまうことになります。あなたは現在1000万円のうち半分だけを獲得しています。もちろん今すぐドロップアウトすることもできます。ゆっくり考えてください。続いては15問の問題のうちの14問目です。いくら時間がかかっても構いませんよ。それでは行きましょう。1000万円までこの問題と次の問題の残りわずか2問です。この問題に正解すれば750万円があなたのもの。その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね。この問題のためにこれまで獲得した金額のうち大部分を失うかもしれない賭けにあなたは出ました。500万円持ってドロップアウトすることもできたのに。でもあなたは本当に勇気がある。だから750万円があなたのものになりました。やったれー。
5番目の問題、つまり賞金1000万円のかかった最後の問題です。もちろんこの1000万円のかかった問題でもドロップアウトすることはできます。さあどんな気分ですか。あなたはすでに750万円を獲得していますから、クイズに答えるのをやめて今すぐドロップアウトすることもできます。次の問題を間違えると、あなたはこれまでの獲得金額750万円のうち650万円を失います。もちろん正解すればあなたは1000万円を獲得して真のミリオネアになることができます。深呼吸してからよーく考えてください。どんなに時間がかかっても構いません。ゆっくりゆっくりゆっくり考えていいんですよ。1000万円がかかった最後の問題、15問目の問題です。それでは早速4つの選択肢を2つに減らしましょう。これからコンピューターが間違った答えを2つ消してくれます。残った2つのうちの1つが正解です。つまり A か D が正解ということです。このままゲームを続けるんなら、間違えた時はこれまでに獲得したお金のうち、テレフォンですね。それでは早速お友達に電話をかけましょう。ただしあなたは電話の相手が言った通りの答えをする必要はありませんからね。もしもし。もしもし、クイズミリオネアのミノモンタです。あら、ミノさん、どうも、シルビアです。ここにあなたのお友達がいて、もしもあなたがこれから出す賞金1000万円の問題に答えてくれるなら、あなたと一生の友達になってもいいと思っています。それじゃあこれから問題と2つの選択肢を出します。でも正解はたった1つです。よし、これは知ってました。プエルトリコ海溝でしょ。絶対そうですって。ありがとう。なるほど、お友達は A と答えました。なるほど、オーディエンスを使うんですね。ではオーディエンスの皆さん、準備はいいですか。キーパッドの上に指を置いてください。そして挑戦者を助けてあげてください。 D がオーディエンスの支持を集めています。今度はあなたの番です。どれを選びますか。その答えが一度オレンジ色に変わると、もう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね。少なくともこれまでのところ、あなたは1000万円にもうあと少しのところまで来ています。そして今もっと近づいたようです。やったね、正解です。あなたは今ミリオネアになりました。1000万円はあなたのものです。信じられないぐらいにすごいよ。